フォルクスワーゲンアレーナはドイツニーダーザク選手、ボルフスブルクにあるサッカースタジアム。ブンデスリーが一部 VFL ボルフスブルクのホームスタジアムである。命名権は同時に本社を置くフォルクスワーゲンが取得している。スタジアムは総工費5300万ユーロを投じて建設。会場は2002年12月13日であり、それ以前 VFL ボルフスブルクは 陸上競技場である VFL スタジアムを本拠地にしていた。こけら落とし試合は VFB シュトットガルト戦。2011FIFA 女子ワールドカップ会場の一つであり、大会期間中は FIFA 規定により、FIFA 公式スポンサー以外の企業名、商標は表示を禁じているため、故障はアレーナイムアラパルクボルフスブルクあるいは FIFA 女子ワールドカップスタジアムボルフスブルクとされた。 フィファ女子、ワールドカップでは準々決勝のサッカードイツ女子、代表サッカー、日本女子代表戦が行われた会場でもある。サッカーのほか、他のイベントにも貸し出され、ヘルベルト・グレーネ・マイヤー、アナスタシア、エルトン・ジョンのコンサートもいった実績がある。ありがとうございます。